どうも、おじさんね、健康診断が近いんでダイエットをしようと思ったんですけどね、帰り道にね、おじさん、やってしまいました。期間限定のなんか美味しそうなやつやってたんで、ね、ついつい買ってしまった。だからダイエットはね、おじさん明日からにする。おじさん何を買ってきたかっていうと、ちょっと開けるわ。なんかすっごい看板があったの、ビッグマウスとか言って、なんかもうそれ見た瞬間、うわうまそうってなってしまった。2つも買ってきた。これがですね、チーズ&チーズっていうやつで、なんかビッグマウスバーガー、チーズ&チーズ、もうとにかくチーズが多い、すごいね。にこれが、なんかすんごいことなって思ってるけど、アメリカン BBQ っていうやつやねんけど、ベーコンがめっちゃ入ってんねんて、このベーコンが。それが特徴的みたいなやつ。じゃあ早速、いただきます。まあけど、このチーズすごいよね。ほんま。ちょっと開けてみると、うわ、チーズの海だわ、これ。すごい。では、いただきます。持たれへんけどね。重たっ。めっちゃうまい。僕ダイエットできないかもしれないおじさん。あー、うまっ。バーガーキングといったこのビーフパティがすごい特徴的で、これがねめちゃめちゃ香ばしいの。うまっ。で、玉ねぎが入ってんねんけど、玉ねぎめっちゃシャキシャキなの。ちょっと辛みが残るぐらい。それがなんかすごいアクセントになっていい。ちょっと待って、ちょっと見て、おじいね。これさ、下のさ、バンズ、うっす。うん、うまっ。なんぼでも食べれる。ちょっと、いくわ。おじさんはね、バーガーキングとかマクドとか行ってもね、コーラ頼まないです。なんでかって言ったら、家でシュワシュワあるから。今日はやっぱりジョッキで行こうかな。ジョッキで、じゃあ乾杯でーす。あー、うまい。あー、寂しいおじさんのなんかあれやな、晩酌ですね。ちょっと次のやつ行ってみよう。アメリカン BBQ。 この雑さがアメリカン出てるな。ベーコンめっちゃうまそうや。カリカリのやつ、これが特徴的。いただきます。うん、これね、2個食うた方がええ。こっちはね、チーズすごいね、濃厚クリーミー。そしてこのバーガーキングのこの、さっきも言うたけど、直火焼きのこのビーフパティ、これがねめっちゃ香ばしくて、自分の油でうまくなるタイプのやつ。うん、うまっ。対してこっちはとにかくベーコンがめっちゃいい仕事しとって、超あの燻製の香りがするんで、甘いバーベキューソース、もうこれ完璧や。めっちゃうまい。ちょっとこっちの方がヘルシーかもしれへんで、トマトおるからな。中見てみようか。あー、ヘルシーや、ヘルシー、ちょっとヘルシーだ。ベーコンこれもうカリカリやな、ほんまに。ええー、焼き加減やで、ね、これほらめっちゃ薄くなるまでカリカリに仕上げてくれてる。もうこれだけね、超値上げラッシュじゃないですか今。マクドもめっちゃ高いでしょ。もうなんかバーガーキングと価格がええ感じになってきたんですよ。だから多分最近流行ってるんやと思う。どっちがうまいって言ったら、僕はバーガーキング好き。あとスモーキーチキン、これスモーキーチキン初めて食べる。あ、うん、あ、なるほど。俺もうまいわ、酒のあてにぴったりや。うん、スモーキーさは感じへん、あんまり。どちらかといえばちょっとカレーパウダーみたいな感じのがかかってるね。シンプルにジャンク飯最高です。あのマクドもね、ほんまたまにバーガーキングで、たまにバーガーキング食べ放題やるんですよ。マクドも一回やってほしいね。店舗でマクドうわー食ってる人見てみたい。
今さ、もう物価高騰やばくね。よくね、僕ね、あの動画で芝高すぎるって、そんな高すぎるぞって言われるんですけど、いやもう物価高騰なんですよ。昔みたいにね、こうめっちゃ安い店って探すの難しいよね。みんなの言いたいことはわかる、僕もわかるもん。物価が上がっても給料が上がってないからや。わかる、もう気持ちわかる。マジでハマった、バーガーキングのこれめっちゃうまいな。バーベキューソースが死ぬほどうまい。バーガーキングってどっかに入り込んでるイメージ、まあそうでもないな。確かね、大阪で店舗がね、一時期心斎橋というか、あの難波しかなくなってるような気するんですよ。僕がよく行ってドームの店もなくなって、いよいよバーガーキングもうやばいんちゃうと思ったら、最近ねめっちゃ増えてるんです。僕今は大阪じゃなくて堺市ってところに住んでるんですけど、あるんですよバーガーキング。ちょっと遠いけどね、ちょっと遠いからどうしても食べたかったから、バーガーキング冷えたら嫌やなと思って、このちょっと保冷が効くこのエコバッグ持って、バーガーキングフードコートの中にあんねんけど、それもらった瞬間ここに詰めて、ちっちゃく折り込んで熱を逃げんようにみたいな、こうやって持って帰ってきて、だいぶあいつ危ないやつやみたいな、だいぶ危ないやろみたいな。なんか思ったのが、バーガーキングのバーガーはパサパサしにくいような気がする。昔バッパー食べ放題っていうのがあって、何個食ったんやろ、めっちゃ若い頃ですよ、20代多分、うん、28とかの時に6個食った。腹パンパンになった、時間がもう厳しかった。30分かなんか、バーガーにトマトとかアボカドが入ってるだけですごいなんかヘルシー感を醸し出してくるよね。なんかさっぱりするというか、カロリーゼロなったんちゃうんかなって思いますもんね。うん、やっぱ嫌なこととかあったらご飯をいっぱい食うっていうの分かるわ。なんか無心で楽しめるよね。迷ったんですよ、ほんまにケンタッキー行くかマクド行くかバーガーキング行くのか、あとロッテリア、モスも選択肢に入ってたら、もうどこ行こうかって僕昼からずっと考えとったんです。実はダイエットとか言うてたけど、やっぱその中でね、久々にバーガーキングが買ってしまった。ただ一つ今思いました、全部選択肢がデブ飯。最近物価高騰やから家飯ちょっと増えてるんですよ。というよりね、なんか地味にお店行って食う飯も好きやけど、ここでほんまここなんですよ僕ご飯食べるって。食卓テーブルもありますけどここなんですよ。ここが全てにおいて楽やし、なんかもうちょっと食いたいなと思ったらすぐできるし、何よりもツールが全部揃ってるんですよ。ツールが全部揃ってすごい楽なんですよね。なんかこういうのがね、なんかね、ああいいなーみたいな感じでね、ちょっと体力使わんでいいし歩かんでいいよ、家帰ったら増えるから。とりあえずちょっと中1ぐらいはこういうの行こうかな。美味しかった。ということで大満足でごちそうさまでした。今思いました、ジャンクフード7不思議言っていいですか。食い終わった時にまだ食えるって思ってしまうんですよ。これなんで、カロリーは多分両方多分モンスターカロリーなんで多分1日分ぐらい取れたんですよ。ただ今もうめっちゃなんかもう心臓バカバカして、血糖値急上昇、コレステロールの急上昇、全部急上昇。ということで大満足で
ごちそうさまでした。この動画が良ければチャンネル登録と高評価お願いします。ということで本日もありがとうございました。あー、健康診断なのに全部言っちゃう。体重測ろうか。最後体重測定コーナーで終わりたいと思います。よっしゃ、いきますね。よいしょ、体重計ね。よいしょ、体脂肪率も測ろうか。ちょっと靴下だけ見ようかな。いきます。やばい、嘘でしょ。あ、よかったよかった。今93とかなったからびっくりした。めっちゃお腹泣いてるやん。ヒュイーン、オッケー。ちょっとここに出しますわ。出ましたよ。まあ見ていただいたら分かるんです。体重は 89.50 です。はい。しかも、このグラフ見てください。体重の隣にあるやつ。右肩上がりです。なぜかダイエットしてんのに。体脂肪率は 27.50。肥満です。はい。で、筋肉量は 61.55。多いになってますね。BMI はなんか肥満ですね。で、内臓脂肪レベルは過剰って言われてます。過剰って。まあそんな感じでね、あの、シワの体重測定してるじゃん。またね、ダイエットは明日から絶対するからね。